でもこれからなんか1ヶ月は車出てきた。はいよ。俺が悪かった今。大丈夫です。バックスイン。ほらポペちゃん可愛いみたいなことを感じになってる。アイドルだもんね。ワンドル。ワンドル。天才的なワンドルさん。ね。ああ出過ぎちゃった。ああチャリ。母ちゃんなんか島村のバイトが超いいらしい。え、そうなの。島村で働く。島村？うん。え、あんまりいいって聞かなかったけど。あ、そう。あ、非正規はね。ん？非正規は、ね。あ、社員としてってこと。社員が最強らしい。あ、いいらしいね。うん。分かんないけど。隠れ残業とかあるかもしれないし。これどっから行こっか。どうしたっけ？ここ右曲がったんだよ。U ターンしたっけ？ U ターンできたっけこれ。 U ターン前白かったっけ。してたよね。あちょっときついかな。あれ行ったり。ちょっと時間かかるんだよ。あれ頑張っちゃう。しょうがない。ちょっといや、うん、U ターンするの時間かかるからさ。でもここ結構広いね。うん、前の車行くんかなと思ったら私も。これで俺仕事頑張るよ。いいんじゃない。まあまあ自分も見てる。あ、じゃあ明日も仕事。なんかね、不安が多い今の仕事。わからないことだらけ。なんかそれをさ、知らない部署なんだから知らないのにさ、知ってた当たり前って言ってくれるのちょっと謎だけど、もうそういう世代のそういう考える人しかもうさ、君の会社いないんだよ多分根本的にって私最近思ったんですよ。一定数いい人はいるけど、実は A じゃなくて答えが D でしたみたいなことが多い。それが分からないことが分かんないんだもん。聞きようがねえじゃん。ないな、ほんとだ。なんか腹立ってくる。結構萎縮させるような感じで言ってくるから聞けないじゃん。で、何聞いてんのとかって言ってくるじゃん。あれが多分聞いてても分かんないですよね。めっちゃかしい。
さすがにマスク着るのか。マスク何をしてくれるときパッシングして。すごいなって。いけるかな。31Y。Y。Y って書いてある。外事層じゃん。外事層さんだね。うん。全然いいんだけど。どうも。ごめんね。ちょっとまさか想定外だったんだ。え？ここにあった飲み物どこやった？しょうがない。全然いいんだけど。あったあった。ファンタデブース。ごめんね。前出すぎちゃった。エリカちゃん。いいね、いいね、いいおっちゃんだね。